い、戦国武将紀行小山田団長有政、ここはですね境館と呼ばれているところで小山田団長家の、どうやら館があったんですが、今は全く民家とで畑になっててですね、ちょっと個人宅なのでちょっと映しても仕方ないので、ちょっと近くにあるですね有形文化財がありますので、ここをちょっと代わりとさせていただきます。まあ、この家は年寄り百姓って書いてあるので、要するに、まあ、庄屋さんじゃないですけど、あの 村役を務めたと、まあ、村の中心ですよねになる、場所という感じで、まあ、すぐそばがその結構ね敷地広大な感じしますね。あの今で言ったら百坪の家が何軒も建つような、かなり大きな境館だったと思われるんですが、あくまで推定なんですけど、ちょっと昔の図面と合わせてですね、見ないと何とも言えないんですが、小山田団城家の、当主の土地だったようですよね。有政の、まあ、有は信有の有だと思いますけど、まあ、有政公についてはですねあんまり出てこないんで、まあ、後のですね、まあ、何人かいらっしゃるんですけど、壇上家を名乗った、信政とかですね、他に何人かいるみたいですけども、ちょっとですね小山田家の系図も今いろいろ調べてるんですけど、ちょっと細かいところがわからないのがありますよね。あと津久井三姫に関わる小山田雪村子、お墓はあるんですが、父母兄弟子供がわからないと。要するに小山田の姫であったと思われる小山田、堀花姫を守ってですね、相模の国の方まで、逃避してるんですけど、それこそ話がちょっと飛躍しましたけど、ちょっと壇上小山田家についてはですねちょっと別途また話を、する予定であります。はい、ちょっとあの資料が少なくてすいません。ここはあの境館と呼ばれている、確か小山田家のなんか別荘とかなんとかって話をどっかで聞いてないと全然関係なかったですね。単純にここに土地があってそこの、主の館ということでしたので、境館、まあ、城郭のマニアの方もですねやっぱり何も残ってないということで、この、有形文化財とか他の神社とかですね近隣の素材を出してますので、ちょっとこれはしょうがないですね。ちょっと壇上家がどのような形でここを収めていたかもちょっと詳しく踏み込めないんで、また次回の宿題とさせていただきます。小山田壇上家の館のあった境館跡でした。